発言でお伺いします。山田文部科学政務官が週刊誌報道を受けて辞任しました。これに対する受け止めをお願いします。の、まあ、報道についてちょっとだけ、まあ、メモ見たんですけれども、報道されていることのは事実であって、それに対して謝罪をされたと。でその責任を取ってお辞めになられたということでありますから、まあ、我々はおおむねこのそれぞれの身分、議員の身分については自分がやっぱり責任を感じて、自分の中で判断し決めるということを大原則にすべきだというのが、まあ、私自身の立場でもありますから。辞職もされたんですか？されたんですか？政務官はもう辞任して受理もされてまして、議員辞職はされない意向だそうです。なるほど、まあ、それはご自身で判断されて説明責任を果たすべきという、そういう立場です。関西テレビの鈴木です。よろしくお願いします。ちょっと今のに関連してなんですけれども、昨日馬場代表が、まあ、この問題についてのコメントをされた内容について今朝立憲民主党の方で、水岡参院会長がですね、まあ馬場代表の発言について言語道断であるという発言をされております。お耳に入っていることが分かりませんが、まあ、そういったその各党とちょっとその意見が異なることについてどういうような感じになるか教えてください。代表は何て言ったんですか？代表はですね、その能力が、非行行為があった上でそれを上回る能力があれば継続してもいいということもおっしゃいました。そこについて、まあ、参議会長は水岡参議会長は、まあ、言語道断であるということで、まあ、責任を追及する立場ですね。はい、なるほど、ということでした。これだからこれ案件によると思うんですね。例えば犯罪行為であるとか、または大きな国益を毀損するような、まあ、意図的な、まあ、かなり恣意的な、そして悪意あるようなことがあった場合にそれは厳しく糾弾されるというケースもあるでしょうが、まあ、今回かなりプライベートに近いものでありますし、でそのちょっとそのディテールは私もなんか謝罪文みたいなのをちょこっとだけ読んだ限りでわからないですが、まあ、そのご家庭もなんか納得されてとかよくわからないですけど、まあ、ご家庭のこととその不倫になるんですか、不倫か売春かちょっとわからないですけど、まあ、不倫相手についての謝罪ということを、まあ、私は読みました。でその上でそれについてはやっぱり責めを受けるべきところを個人がご本人が判断されて、まあ、お辞めになるというところの線引きについては、まあ、それぞれが判断すべきであるし、でその業務についてはその、まあ、ことのいわゆる傾聴と特殊性で判断すべきであって、まあ、その一般論として申し上げてるんじゃないですかね、馬場代表は。だからその要するに週刊誌報道をされ、でそれが説明責任を詳細に果たす前にですね、週刊誌報道されたから、まあ、とにかくやめろっていうそういう非難ではなくて、まず説明責任を果たしてくださいと。その上で自分なりの責任があって、でも自分が取り組んできたことにプライドがあるんであれば、まあ、それは自信を持って仕事としてプロフェッショナルとしてやるべきだと、まあ、こういう整理だと、まあ、私は認識しましたけども、まあ、ちょっと表現のところで何か言葉中を捉えられているのかもしれませんが、基本的には先ほど申し上げたようにご自身の責任をご自身で取ってもらうというところが原則かなと思います。まあ、一方でその、まあ、立憲としてはその責任を取るべきというようなことを明言する中で、維新は割とそうはっきりとは言わないという部分からして、なんかこの党としての倫理観が違う、ここがそのいろいろ不祥事が維新やっぱり多いっていうことにつながってくるんじゃないのかっていう批判を受けかねない、ガバナンスがガバガバって言われかねないと思うんですけども、このあたりもう少しこうガツンという時はガツンというべきではないかなとも思いますが、いかがでしょうか？これだから問題によりますね。例えば、秋元さんの件とか、これ贈収賄で逮捕されました、贈収賄の疑いやったかな、ごめんなさい、ちょっと正式なちょっと名前あれですけれども、まあ、お金もらってたもらってないで逮捕されてますよね。これってやっぱり権力、自分がその持っている立場または権力によってある種の利益を受けているということについてはこれ大問題ですよね。それについては我々も相当糾弾してるし、
あのやっぱり批判もしてます。で山田さん政務官の件については、あのことの問題があのプライベートなことでありますよね。でそのプライベートなことをかなりほじくって、そこについてどうやあのっていうことを、まあ、糾弾し続けるっていうのは、いや僕はガバナンスの問題とは全く違うくて、それはあのもちろん適切じゃないと思いますよ。だから責めを受けてるんだし、それについてご自身が責任を感じて、あの自分の身分について判断するということ以上にないと思いますんで、批判のための批判というのは私は必要がないと思います。ありがとうございます。時事通信の三船です。あの山田政務官の辞任に関連してお伺いしたいんですけど、今回辞任の理由はプライベートというところで、さまざまな見方評価あると思うんですけど、あの内閣改造後この政務三役の辞任があの初めてということで、結果的にその内閣改造後すぐこの1ヶ月ほどであのまあ政務三役要職の方が辞めたということに、この結果についてどう捉えるか、あの政府 の人事の選任について適切だったのか、総理の任命責任について見解をお伺いできればと思います。それはよろしくないことだと思います。やっぱりこういう問題が出てきて、その人にこの、まあ、政務官であれ副大臣であれ、まあ、そういう担当能力があるのか、資質がちゃんとあるのかということを踏まえてですね、まあ、自民党なんかは人材たくさんいますから、まあ、そういった意味で、まあ、しっかりと選任していくということが原則であろうことでしょうから、まあ、ただ人間ですから、まあ、そういうものが出てくるということについて、適切にやっぱりあの内閣は内閣で組織としてちゃんと対応するということが本質だと思いますので、まあ、首を切ったわけですから、まあ、首を切ったとか自分であの辞められたのかな、あの辞められたわけですから、その対応も含めてまた評価を受けるんだというふうに思いますけど。フリーランスの安住です。あの確かにあの能力のある人はそれは、まあ、社会的に活用されるべきだと思うんですが、例えばあの企業経営者とかでしたらその論理は通用すると思うんですけどね、あの国会議員とかそういったのは公人であるがゆえにですね、やっぱりある意味なんて言うんですか、人格的なところも問われると思うんですよ。人の一票を、まあ、投じられて、それでまあ言ったら委任されるわけなので、そういった意味ではですね、今回についてはそのあの能力があるからいいとかの問題ではなくって、やっぱり公人としてあるべきなのかどうなのか、ましてあの文科政務官といって、まあ子どもの教育に携わる職務の方なので、そういった観点ではどういうふうに思っていらっしゃるのか、お願いします。あの私も自分の戒めとして、やっぱり政治家はある種 その政治における能力と、それからまあ人格、まあ、両方必要だとも思うし、でそれがまあ自分もパーフェクトとは思いませんから、まあ、そういうことを真摯に受け止めて人格を磨く、またはそれをまあある種の下世話な言葉で言うと身をきれいに し続けておくという注意を払うっていうことは、今 の政治家にやっぱり求められていることだと思うし、まあ、そういうことがないと、あのそういう意識がないと本来自分が信念を持ってやりたいことにもあの到達できないし、まあ政治家 の今のこの令和の政治家の必要条件の一つだと思います。ただしですね、あのその人格や振る舞い、まあ、プライベートの振る舞いをどこまでそれを例えばメディアや第三者が公開し、それがもし瑕疵があった場合に糾弾するかということについては、これは私はあの価値判断あると思うんですよね。でそれはどちらも死んで、まあ、そういうことは、まあ、ある種人間だから許容しながら仕事っていうものを、まあ、優先して進められる人を好むという価値観も世の中にはあるでしょうし、でもそういうところをあの、まあ、許さないと、もう清廉潔白のな人である、清廉潔白な人のみが政治に携われるんだという価値観もあるでしょう。そこは価値判断で私はどちらが正しいとは言えないと思います。ただ、まあ、自分としては、自分の戒めとしては、まあ、できる限りそういう、まあ、聖人君子を目指すのはなかなか難しいですけど、まあ、できる限りそういう人間性とか人格も含めてご支持いただけるようにまあありたいなというふうに思いますから、だからお答えで言うと、そこの価値判断というのは私はあの私はどちらかというとそうしたいなと思うけど、 その考えについてどっちですかと言われると、まあ、価値判断それぞれ尊重したらいいと思ってます。